どうしたのって、ちょっとね最近体調不良でね、眠気が来たり、おつきゃりー、あ、こんばんは。ちょっとね眠気が来たりね、そしておつきゃりー、まあちょっとねいろいろ、なんか情緒不安定というか、あ、カシンくんのことじゃないよ、カシンくんはのこととかじゃなくって、薬は毎日飲んでる。いらっしゃい。あ、大丈夫ですか。ありがとう金メガ。いやーちょっとね、疲れ。ちょっと、まあなんて言うんだろう。最近ちょっと眠気がすごくって、ちょっと体調悪くて、いや、カシンくんと喧嘩とかじゃないから、カシンくん関係ないから、疲れが、親のこと、まあもうそれもあるけど、いや不安、結婚への不安はないよ。なんて言うんだろう、体調、ちょっと眠気が悪くあって、ちょっとね、でも妊娠検査薬したら陰性だったよ。そうそう、最近ねちょっとね長時間できてないけどね、配信うるせえキノコ。体調悪いよね、ちょっと、それでちょっとしんどくって、なんか長時間配信できなくって、熱はないと思うけどね、でも陰性、でもなんか調べたら検査薬で陰性って出ても、なんか正確にできてなかったら陰性に出る可能性はあるってなってて、生理が来たけど、生理じゃなくてあれが、何？弱小出血だったかもしれない。わかんないけど。でも生理と思ってたけど、ただ体調悪いだけかな。明日ちょっといつもよりなんか早かった気はした。明日実はちょっと病院行くことにしてる。そうそう、病院で調べてもらうのが一番正確だから、明日行くことにしてて、実は。まあ、カシー君には言ってあるけどね。そうそう。それでもし違ったら違ったで、なんだろう。まあ、ただちょっと体調悪かっただけなんだってわかるし。そう、不安解消できるしね、見てもらうと。メンタルの薬は飲んでるよ。焦ってないよ。焦ってるんじゃなくて、なんか眠気がひどいからね。なんか、
前は3時間ぐらいで目覚めたりしてたけど、結構寝ちゃうんよね。そう、糖尿病かな。産婦人科と婦人科って違うの？一緒じゃなくって、そう、ショートスリーパーなのになんかすごく眠ってしまうよね最近。血糖値は低かったけどね。婦人科に行った方がいいのか、産婦人科じゃなくって、なんか調べたとこどこだった、産婦人科って書かれてるけど、産婦人科で検査してもらえないの？見てくれることないのね、妊娠の検査とかだったら、うん、ね、産婦人科の元気がねちょっと出なくって、眠気がねひどくって、なんか長時間配信できないから、うん、昨日もちょっとねしんどかって、まあ一応明日からイベントは出るんだけど、なんかねそうだるい感じというか、うん、でちょっとね不安でね、ちょっと眠ホルモンバランスのことも相談した方がいいかもね。脳は全然大丈夫だったよ。なんだろう、眠いのがねちょっと気になって、そう待ってくれてる人がいるからね配信はつけようと思って、そうできるだけ毎日ねつけようと思って、ちょっと、いやちゃんと寝てるんよね、そうちゃんと寝すぎてるぐらい、あやちゃんこんばんは、あくみこちゃんありがとう、思われたことあったらすぐに病院行ってみてね、妊娠のことの産婦人科行ってみて、そう明日ね一応行ってみる、いやなんか、なんかねちょっとしんどくって、しんくんも言ってくれるよ、ごめんね、まあまあ親のこともちょっとあるけど、まあちょっとそれで不安になったのもあるけど、不安っていうか冷たいなと思って、まああとはちょっとねえいろいろなんかお母さんと何かあったっていうか、
ちゃんは喜んでくれてるけど、お母さんにゆかしんくんと結婚することにしたっていうのとか、あと愛媛に22日か24日まで帰るって言ったら、バタバタしてるから寄らないでってばあちゃんにも言わないでとかって言われて、でもばあちゃんは喜んでくれてるけどね。ばあちゃん、あ、X に載せてるけど、嫌われてるね。なんか縁切るって言われてるし、あ、お父さんはちなみに喜んでくれてるよ、おめでとうって、なんかおめでとうも言ってくれないんだって、冷たいねって言った。私も、そんななんか結婚が反対なんじゃなくって、私に興味ないんじゃない？いや、罰さんとかそんなことも言ってないよ。そんなことも言ってないよ。家臣くんのこと詳しく言ってない。結婚反対とかそんなんじゃないから。ね、それも そう借金でもお母さんに迷惑かけてないよ。家臣今女といるよ、どういうこと？ん？女といるって何？嘘跡？私は幸せになるよ。嘘跡やめてよ。嘘跡やめて、本当に。トイレ行っただけじゃん。ねえ、嘘跡ブロックしとこ。あー、クミコちゃんありがとう。カシン君はたくましい旦那さんだから、何かあったら二人で乗り越えてね。ありがとう、クミコちゃん。ありがとうね、花火。うん。ありがとう。ありがとう。待って、嘘跡ブロックしとく。どこだっけ？まあいい、はあ、寂しいけど自分から始まる家族だけ大切にしていく。ありがとう。そう、自分の人生だからね。変な嘘あとやめてほしいわ、ほんと。なんでなんかそんな、関わらないでほしいんだと思う、親は。あ、お母さんはね。いや、いつとかは言ってないけど、結婚しようって家臣くんと言ってるから、そのこと言って、そのこと言って愛媛に一緒に帰るっていうこと言っただけだよ。そこまで言われることしてないけどね、別に私。配信は見てないと思う。私の母親もそうだった。
なんだろうね。いやいや、家臣くんが悪いわけじゃなくって、私のことをお母さんが嫌ってるだけだから、家臣くんがどんな人っていうのは関係ないよ。ナイスの時のこともまあ怒ってるのもあるけど、まあね、別にね、そうそう、親の承諾くんとかいらんからね。こんばんは。ありがとう。ニコありがとう。弟とか妹にはお母さん優しいよ。あ、ごめんね、そう、メロコちゃん。そう、ちょっとね、落ち込んでて。まあ親のこともそうだし、反対っていうか、私のことを嫌ってるだけで、あのまず興味もないんだと思う。あ、ありがとう、久美子ちゃん、髪の毛素敵になった、ね、ありがとう。お金なんて借りてないよ、お母さんに。妹も弟も別に仲良くないけどね、私。親の承諾なんていらないよ。別にお父さんは喜んでくれてるし、ねえ、ばあちゃんもおめでとうって言ってくれてるし、別にお母さんだけだよ。私のことさえって言ってるの。いや、お母さんだけだよ。ばあちゃんとかは仲いいから LINE もしてるし、私のことが嫌なんじゃない。ありがとう。なんででもそこまで私のこと責めるのか、そこまで言うことって思うけど。そうだね、メロコちゃん、意見というか、なんか、いやいや、結婚がダメなんじゃなくって、愛媛に一緒に帰るって言ったら、まあ家臣くんと一緒に帰るし、結婚するとも言ってるっていうことも言ったら、バタバタしてるから寄らないで、ばあちゃんにも言わないでって言われて、ばあちゃんにはもうすでに先に一番に言ってるけどね。そもそもばあちゃんにはお母さんより先に言ってるけど、でばあちゃんはおめでとうって言ってくれて、あの日にち分かったら教えてって言ってくれてるけど、寄らないよ。お母さんひどいねって。ありがとう、スロット2個ありがとう。そう、おめでとうって言ってくれると思ったのに。ありがとう、久美子ちゃん、スロットありがとう。まあまあ、寄らないでって言われたっていう。実家で金っていうか、お母さんの住んでるとこ知らないしね、私。松山なのはわかるけど。お父さんとお母さんは私が二十歳の時に離婚して、まあ、お父さんが住んでるとこは知ってるけど、あとばあちゃん家は知ってるけど、お母さんの家知らない。あ、ひよこくんありがとう、ケンピー。ありがとう。ね、大阪楽しんでる。
ちょっとね今元気ない感じだけど、私も実家がないっていうか、そうだね、私が子供の時から住んでた実家は今はないかな。ばあちゃんはね、お母さんの方のばあちゃんだけどね、ばあちゃんはでも今入院してるから、で病院も聞いたんだけど、ばあちゃんのお見舞いには行くねって言って、私も、お父さんには会うけどね、家臣くんと。お父さんは会ってくれるって言ってるけど、美容の専門学校のお金 お父さんが出してるよ。ありがとう、いろいろあるけど大丈夫だから、元気出しない、ありがとう、豚ちゃんにこありがとう。今行くよ、ありがとう、みんなキャリーちゃんに寄り添うからね、ね、ありがとう。そうそうそう、いや、あんまり詳しくは言わないけど、結婚するっていうことは言ってるよ、親にも。お父さんとおばあちゃんおめでとうって言ってくれたんだけどね。ちょっと寂しいけどね、そうやってお母さんに冷たくされるのも。いや、妊娠はしてないけど、あ、スロットありがとう、ありがとう、スロット。妊娠はしてないけど、ちょっと不安だから、最近体調不良で眠気とかあるから、明日産婦人科は行って検査はしてみる。学生の時からってことはないけど、私だけ勉強できなかったり、ちょっと障害持ってたりとか、まあアスペルガーなんだけど、弟と妹は結構できる子だったから、迷惑はかけちゃったりはしたけどね、私もいろいろ病院連れてってもらったり、毎週毎週ね、そう、まあ専門学校もね行かせてもらって、美容師免許も取れたけどね、美容師も難しいからやめた方がいいって病院の先生にも言われたけど、あ、スロットさんか、ありがとう、スロットありがとう。なんかアスペルガーで美容師はやめた方がいいと思うって病院の先生にも言われたけど、いやでもどうしても美容師になりたくって、頑張って免許取って、そう、まあ働いたけどね、まあ逆に悔しかったね、私は。なんかそうやって言われたのも、心配してるかな、そんな風に思わないけどね、そう、そうそう、悔しいから。なんか一応ね、なんかタバコこういうのも買ってみたんだよね、なんか水蒸気の、まあわかんないけど、明日病院がやっぱ正確だからね。そうそう、まあなんかタバコも一応こういうのを吸ってた方がいいかなと思って、
ありがとうね。コメントはね、見てるよ。うん、ありがとう。あ、ありがとう。逆にお母さん、自分の手からどんどん離れていくの寂しくて、うまく対応できなくて冷たい対応しちゃってる可能性もあるよ。なのかな。どうなんだろう。おはよう。ありがとう。ありがとう、バブルバルーンも。わかんないけどね、本心は。ありがとう。兄弟も会ってないね。ありがとうね。妹、キャリーフォローするからフォローバーして。あ、フォローバーしますね。ありがとう。自分の人生だからね。いや、妹もね、弟もお母さん側なんよね。弟の結婚相手も私紹介してもらってないし、妹の結婚相手も紹介してもらってないし、妹に子供一人、息子が去年、今1歳か、去年生まれた子供がいるけど、一回も会ってないし。そう、合わせて、あ、どうぞ。悲しいよ。で、お母さんからそう、あんな風に言われて、バタバタしてるから寄らないでって。2年前ぐらいはね、妹も会ったりしてたんけどね。なんかこんなお姉ちゃんで恥ずかしいって思われてるのかな。ありがとう。ありがとう。本当は辛いけどね。愛媛には帰るけど、友達に会ったり、まあばあちゃんの見舞い行くのと、お父さんに家臣くんと会うぐらいかな。出産、ふわっちのこと知ってるけど、なんかお母さんに一回恥ずかしいって言われたことがある。そういえば昔配信してることを、そういえば言われたことはあったけど、なんか、ありがとう、ケイトリーちゃん、ありがとう。昔の考え方、大丈夫、時間が解決してくれる、私も同じような感じだったよ。ありがとう。お母さんからなんか、あ、まあこれは言わない方がいいかな。なんか、まあ一回言おうか。なんか雑談たぬきの掲示板のスクショ送られてきたことはある。なんかそれで、真っ暗、わかんないけど、なんかそれかな、なん、そう、なんか雑談たぬきだから、多分私の前の仕事のことも知ってるんかもしれない。そう、なんか雑談たぬきのスクショ送ってきて、なんか、で、なんか私がなんで知ってるんかな、あれね、なんかね、妹から聞いたとかって言ってた気がする。なんか妹が知ってて、で、なんか
姉ちゃんがこんな感じで恥ずかしいみたいな感じなんじゃないかな。本当にもうしんどいよ。そうだよ、本当か嘘かわからないしね、掲示板なんて。お母さんね、57歳だね。なんかスーパーナイスと付き合ってた時に、なんかナイスが配信でお母さんに電話したことあって、それをお母さんは配信中って知らずに、でも配信中っていうのを妹か誰かから聞いて、ですごい怒ってたこともあったけど、電話しても出ないよ、お母さん。愛媛は帰るけど、別にお母さん関係なく。でも今は今で、配信なのかな。どうなんだろう。いやー、でもそんなん言われてもね、 X は多分見てると思うよ。 X とかは、でも多分妹も周りから言われたから、そうそうそう、それはあると思うよ。怖いよね。でも別に私は私で、別にだからって言って配信やめようとか思わないけど。あ、お嬢ちゃんありがとう、スラッタありがとう。嫌なのかな、どうなんだろう。エンタメわかんないからね。価値観が違うのはあると思うよ。私大人だもんね、もうね、30過ぎてるし。バンジーとかもね、ナナちゃんとの企画でね、誘ってもらって頑張ったりとか、いろいろ私は私なりに、なんて言うんだろう、その自信持ってやってるんだけどね。硬いは硬いね、結構。お母さん、お父さんは多分知らないのはある、私の配信のこと。価値観の問題もあると思うけどね。だからなんかね、お母さんが配信出てくれたりね、なんかそういうのも羨ましいけどね。 ありがとう、嬢ちゃん。腰忙しいからまみれてないけど、無理しないでね。キャリーちゃんのペース、ありがとう、嬢ちゃん。ありがとうね。どんな道でも子供が頑張って応援するけど、そうそうそう。妹を守ってる感もあると思う。なんか私が東京で昔ね、あのスーパーナイスの家、相模原住んでた時かな、なんか喧嘩して追い出されて、で妹の家に泊めてもらって、助けてもらって、妹の家泊めてもらって、
で、私が、でもいびきが結構すごいから、妹がそれで寝れないってなって、妹に怒られて、いびきで寝れんって。で、お母さんに電話かけて、なんか、それで姉ちゃんのいびきがうるさくって、寝れんとかって言われて、そう。で、お母さんは、なんか、かわいそうにみたいな妹のこと。なんか、かわいそうにみたいな感じで。もう出て行きじゃないけど、なんか自分のせいやろみたいな感じで、私はお母さんに言われて。そう。妹は、いびきでうるさくて寝れないの、かわいそうにみたいな。そうかわいそうやろみたいな、私は彼氏に追い出されて行くとこなく妹のとこ行ってるんですけどみたいな、私の状況も知って私の心配よりそのいびきの心配かよみたいな、そう、もう愚痴言いたくないけどね、そういういろいろあるんよね、うん、寝れ、まあいびきうるさいのもいいんだ、でも仕方なくない、でも一泊しただけだよ、あれ、これどうやって開けるんだろう、そんな爆音ねえ、ね、カシン君寝れてるよ、うん、なんか、繊細なのはあるかも、うん、あ、取れた。もう一応ね、念のためね、この水蒸気のちょっと吸ってみようか。寝てるとき仕方ないよね、でも。これどうするんだ。これなんか水蒸気のタバコ。ニコチンもタールもゼロのね、いや明日の検査するからちょっと体調不良と眠気がひどいから、あの産婦人科で一応病院で検査してみるから、それで妊娠してなかったらまたあのね普通のタバコでもいいけど一応ね、うん、あ、でもあ、いい感じ、これドンキで買ったよ、これね、何味だっけ、ブラックベリーかな、あ、ミックスベリーか、ミックスベリーってやつ、タールもニコチンもない、1800円ぐらいしたかな、いや、ベイブじゃなくてなんていうんやろ、これそう、これを機にあ、充電もいらない、このまんまでもうつえる、うん、あ、でも全然これでもいいね、うん、私あの別にタバコ吸ってはいるけど、こうなんていう、吸った感があると全然いいかも、害はないよ、 C 社みたいな、時間経つと物足りなくなるのかな、何コウスケくん、島ミンチ
これいいね。冬眠の時期だからしょうがないよ。冬眠って動物みたいな。サージカルテープ、青いびきだから、そう、目腫れてる。これ1800円ぐらい、あ、でも別にこれでも、いいかもね。え、どうなんだろう、ね、寝すぎてるぐらいな気がするけどね。あ、妊娠してる可能性はあるから、明日一応病院で検査してもらうよ。そうそう、検査し、あ、そう、病院、薬のもね、相談して。いや、わかんないね。疲れが出て季節の変わり目だからっていうのもあるかもしれないし、生理と思ってたのがもしかしたら着床出血だったのかもしれないし、なんか眠気がね、なんかなんでこんな眠いっていう、いやー、3日ぐらいかな、3日ぐらい、わかんない。それかただ体調不良と疲れと、そ、季節の変わり目で眠いだけかもしれないけどね、念のため、そうそうそう、病院で検査した方が、なんか何もなかったら安心は安心だしね。いや、前ほどの眠気じゃないんよね。なんか前もっと配信もできてたんだけど、生理は3日ぐらいかな。え、どうだったっけ、普段とそんな変わらなかった気はするけど、糖尿病、糖尿病どうなんだろうね。血糖値はあれね、異常なかった、低かったけど、そうそう、一応病院行った方が、あの、正確だからね。そう、不安でいるより、あ、これめっちゃ吸える。お酒もやめてるよ、やめてるやめてる、あ、飲んでないよ昨日から。胸がある感じ、どうなんだろう、ちょっとわかんないけど、婦人科は行ってみるよ。ありがとう、ケリちゃん。お体だけは大切にして、無理しちゃダメよ。ありがとう、ふわくま、またまた来てね。ありがとうね、ふわくま、ありがとう。あ、えみちゃん、つきゃり、ありがとう、えみちゃん。いやー、ちょっともう病院で検査しようと思うよね、確実だから、なんか今もね、ちょっと頭痛かったりするし、
くて、そう、長くねいろいろできたらいいんだけど、頭痛はね、なんだろう、薬はもらったから、まあ偏頭痛のね吸う時は飲んで、これなんか永遠に吸っちゃうね、ずっとこう終わりがないから、無理なくて大丈夫で、ありがとう。晩ご飯は食べてないね、今日あんま食欲なくって、安定剤飲んでるよ。あ、ちょっと薬飲んどこっかな、頭痛薬病院でもらったやつ。プレ更年期って何？美味しいのね。昼はピザ食べてね、かしんくんと。あんまり食べなかったけど、私はちょっと4切れぐらいで。飲まない方がいい？頭痛いよね。あ、ストーリー見た？メロカちゃん。そう。おパンチウサギの。食べるもんあったっけ？カップヌードルとかか。4切れは食べてる、普通普通か。あ、薬やめた方がいい。つーかちょっと待ってね。妊娠じゃなかったらなかったで、まあでも見てもらったら確実じゃん。プレ更年期の日か、私33なんだけどね今。カロナールじゃない、なんか偏頭痛用の薬だね。更年期ある？プレ更年期とかあるんだ。妊娠してたらもちろん産むよ、ゲイじゃないんだけど。何ゲイって？顔がね、ちょっと泣いちゃったから、なんかしんどいよね、ほんと。暑いし、偏頭痛もね、あってね。なんか病気かな、頭が。かしんくん何してるんだろう、仕事かな。自律神経も乱れる。煮物か、増してる。車、かしんくんイベラスだから配信してるんじゃないかな。
明日産婦人科行ってみる。うん、頭痛がね。吐き気はないけど、頭痛とその眠気とだるさ。神経系もあるかな。ねえ、ちょっとどうしようかな、園長。体重もね、直し、そう。無理しないでありがとう。今1時間か。そうだね、ちょっとね、頭痛がするから、そう、横なっとこうかな。カシンくんでもイベラスだから全然12時まで私もちょっと横なって、うん、なっとくよ。体調悪いと飛行機乗った時の気圧すごく頭痛くなるから早め見てもらった方がいいね。そうだね、ちょっと早め見てもらって、明日病院行ってね。で、もし異常なかったら、異常なかったらというか妊娠じゃなかったとしたら、あれでもいいけど、内科行ってみてもいいけどね。29号さんのコメントを、頭痛い、そう、ヘピタはないな。そうだね、これが仮に妊娠だったら、まあそういうので眠気とか体調不良だったってなるし、そうじゃないんだったらちょっと普通に体調不良で、まあ、内科とかで行ってもいいかもしれないけど、頭この辺てっぺんあたりが痛いかな、後ろというか、低気圧もあるかな。昼間動いてはいるんだけどね、カシンくんとこう出かけたり、検査薬は陰性だったよ、前した時。ヘッドマッサージ、ただの頭痛だったらねいいんだけど、まあ、脳に異常はなかったからよかったけど、健康診断受けてないね。一応ね、脳の検査は前してもらって、CT の検査、その時は脳は異常ないって、疲れとかそういうのストレスとかから。そう、来てるって言われたけどね。妊娠じゃないかもしれないけど、ちょっと見てもらった方がちょっと自分的に安心かな。そう、肩こりからもね、そう、一応ね、こういうの、こういうなんか湿布というか、こういうのも買ったんだけどね、こう塗るやつ塗ってはいる、塗ってはいるけど、なんかマシにはなる感じはするけど、
ありがとう、盛り上げ猫さん。見てもらった方が安心だね。そうだね、ちょっと見てもらって、腰は痛くないよ。眠気がひどい病気ってあるのかな。何なんだろう、糖尿病とか。糖尿病、もしこれで、あ、過眠症もあるかも。過眠症、ホルモンバランスが崩れてる、それもありそう。温泉でリフレッシュ、そうだね、安心できるから見てもらって。まあ妊娠じゃないかもしれない、けど一応ね、それで一応、心配だったら内科行くかもしれない、妊娠じゃなかったら。睡眠外来、睡眠外来か、もありかもしれんね。寝すぎてちょっと眠気がひどいって、吐き気は今んとこ大丈夫だけど、いや別に妊娠焦ってないよ、私焦ってるわけじゃないけど、体調不良と眠気がなんでだろうと思って、前みたいに3時間ぐらいで、ね、前は起きてたけど最近ずっと8時間とか寝てしまったりとかあるし。そう、婦人科行くよ先に。うつなんかな、うつ気味、冬季うつ、そういうのもあるんかな。そういうの、理想なんだけど、前はねそんな寝てなかったんよ。延長なし、いや延長したいところなんだけど、ごめんね、どうしよう、ちょっと。頭痛がね、お疲れ様、ありがとう、ごめんね、心配かしてくれてありがとう。鬱っぽいのもあるんかな、ちょっと精神的なものかな。ちょっと横なってみます。ありがとうね、心配してくれてありがとうございます。ちょっと情緒不安定だったけど、まあちょっとゆっくり休みます、ありがとう。また、ケイトリンちゃんもありがとう、考えすぎない、ありがとう。またちょっと一回横になります、ごめんね、ちょっと1時間だったけど。ちーちゃんもありがとう、ありがとう、つきゃりー。